皆さん、こんにちは。さて、つむつむツイステコラボ第4弾やっていますでしょうか？今回の動画は、まあ、ツイステのつむがちょっと多くなったらやりたいのがあって、まさかのね、1個の年に2回ツイステが来て、もうやれるなということで。ツイステ最強つむランキングトップ19！せっかくなら20にしたかったですけど、はい。というわけで、これまでに登場してきたツイステのツムをこう原作の説明も交えながら19体全てのツムを解説していきたいなと思っております。この動画ではツイステッドワンダーランドのストーリーなどのネタバレを含みます。19体のランキングはカカオンヌの主観などを交えたものになります。あらかじめご了承ください。それではよろしくお願いいたします。というわけで、栄えある19位は闇の鏡となりました。一つ目さが16のランダム消去系。ここまで聞くとそんな最下位になるほどのことでもないんじゃないのと思うんですけど、ご存知の通り闇の鏡は演出が3つあってですね、一番いい演出を引いたらめちゃくちゃ消してくれます。全消しもしてくれる非常に強いつむにはなってるんですけど、逆に下ぶれるとですね、13しか消してくれません。スキルまで一つ目さ16で13しか消してくれません。これが致命的なんですよね。なんでつむつむ的にはちょっとここが痛手となってしまって、あまりいい評価はもらえませんでした。で、そのツイステ的には、まあ、闇の鏡ってちゃんと原作のシーンから持ってきたんですけど、これが面白いんですよね。ツイステのガチャ画面なんですよ。まあ、詳しくはですね、こちらの動画で語ってるので、あまりこっちでは話さないんですけど、本当に細かいところまで忠実に再現してるんですよね。ぜひですね、気になる方はこちらの動画をご覧ください。第18位はエースです。エースは特殊ボムを発生させるスキルで、その特殊ボムはスキルまで平均28、30あたり消してくれます。そしてもともとあったボムも縦ライン消去してくれるボムに変化しまして、ジャイロを活用するとそのボムでも20以上の消去が見込めたりする、割と強いツムなんじゃないかなと思います。まあ18位なんですけどね。ボム残してジャイロで傾けてとか難しいことを要求される上に、ジェダイルークとかみたいに稼げるわけでもないのでね。で、エースのスキルの元ネタなんですけど、実は元ネタのシーンみたいなのはありません。エースってマジックが得意なキャラクターになってまして、原作のアリスのトランプがモチーフっていうのもあって、トランプ系のマジックが得意です。そしてハリネズミが出てくると思うんですけど、まあ、これもエースとはゆかりのあるキャラクター、動物になってるんですよね。なのでエースに関連するキャラクターとか趣味とかを使ったつむつむ独自のオリジナル演出となっています。17位はジェイドリーチです。スキルは特別なジェイドが出て、そのジェイドは遠くも繋がって周りを消す。まあ、つまりはイズマですね。プレイがしやすい利点がありますけど、まあ、これといって特化した何かがない印象です。で、スキルの元ネタなんですけど、まあ、ジェイドはモストロラウンジっていう、こうジェイドの所属しているオクタビネル寮と、その中にある寮にカフェみたいなのがあって、まあ、そこで働いていまして、こう紅茶を入れるのが得意です。結構ジェイドは接客をしてたりするイメージがあるキャラクターになってますね。これもエースと同じく似たシーンはありますけど、つむつむ独自のオリジナル演出になると思います。16位はアズールです。スキルはクロス消去の後に縦消去をする2段階消去です。2段階消去ですけど、スキルの時に消したマイツムに溜まりにくく、スキル時に消したマイツムが溜まりにくくなる補正がついていたりしまして、まあ、ちょっと使いづらい印象がありますので16位とさせていただきました。で、このツムのスキル演出、知ってる人からするとめちゃめちゃ凝ってます。まずジェイドとフロイドがクロス消去すると思うんですけど、まあ、片方がよく見ると緑色で、もう片方が赤いですよね。これツイステの方のこのジェイドとフロイドの元ネタになった最高リアリティの SSR のカードがあるんですけど、これジェイドはファイヤーショット、火属性の攻撃を持っていて、フロイドの方はリーフショット、火属性の攻撃を持っています。しかもこの攻撃デュオっていう特殊な仕様があって、特定のキャラクターと組むと魔法の威力が上がりますよっていう仕様があって、この演出の元ネタになっているジェイドとフロイドのデュオの相手っていうのが、フロイドがジェイド、ジェイドはフロイドなんですよね。なのでこの演出、お互いがデュオ魔法をしているという激エモ演出なんですよね。そしてこの後にアズールが水の魔法を打つと思うんですけど、これも原作の SSR アズールのウォーターショットが元ネタになっています。
続いて15位はイデアです。スキルは斜めからの中央消去の2段階消去です。消去に補正がありますが、別にそんなにつけなくてもってくらいの消去なので、伸ばすにはタイムボムが大事になっていきます。オルトの消去が斜めラインなので、ジャイロを使うこともできますし、ジャイロを使わないでシャッフル機能、扇風機を使ってあえて消去数を減らしてタイムを狙うプレイもあります。でスキルの元ネタに関してはですね、まずイデアとオルトって兄弟なんですけど、これもさっき紹介したデュオ魔法の話で、彼らの元ネタになった SSR のカードがイデアが無属性の紫っぽい攻撃のゼロレイ、オルトが水属性の攻撃のアイスショット、そしてこれもデュオ相手がイデアかオルトで、オルトがイデアなんですね。オルトをよく見ると氷っぽい演出がちょっとあるんですよね。14位はビーンズカモアズールです。ビーンズカモアズールはスキルが軽いのがいいですよね。画面中央にツモをまとめて消す消去ってタマトワって言ったら分かりやすいですかね。そしておまけ効果がやばいんですよ。チェーンで作ることのできるボム全てがコインボムになります。そのためミッションビンゴとかで、よくあるコインボムいくつ消そうみたいな面倒くさいミッション、よくあるのは中央消去でコインボムをいっぱい消そうみたいな、そういうミッションをもう彼が全部解決してしまいます。素晴らしいですね。アズールっていうのは経営者っていうのもあって、結構お金に対しての執着がすごくありまして、そういう性格からコインボムにつながったんじゃないかなと思っています。13位はカリムです。スキルは数箇所消去で必要積む数は軽いです。マイナスコイン補正とかもないので、うまく使いやすい印象があります。でジャイロを使うことで少しスキルでの消去数を増やすこともできます。必要積む数軽いのに消去を増やせるのも踏まえて、この順位にさせていただきました。でこれスキル演出、魔法打ってますよね。これもデュオ魔法なんですよ。カリムが光っぽいゼロレイ、ジャミルが火属性のファイアショット、もちろんお互いがこれも総合デュオになっています。12位はディア・クローリーです。スキルはフィーバーに入って前粒のクローリーが光ります。光ったクローリーは周りも巻き込んで消してくれます。フィーバーに入るので仕方ないかもしれませんが、マイナス補正がかかっていますので、技量が大事になっていきます。そしてこれもスキルの元ネタが面白くてですね、ツイステってジャンルで言うと育成ゲーだと思うんですけど、授業を受けてレベルを上げていくわけなんですね。でその授業をある程度進めると、クローリーが割り込んできます。割り込んでくるとフィーバータイムになって、いつもより多く経験値をもらえます。つまりは、ツイステの方のフィーバーとツムツムの方のフィーバーをかけてるんですね。これ面白いことしますよね。11位はイデアチャームです。音ゲーからイデアが変化したイデアは、周りも消すとなかなか忙しい積みになってます。必要積む数ももちろんそれに合わせた量になっていますので、注意をした方がいいですね。でスキルの元ネタ星送りイベントの、リズミック、ここ音ゲーですね。さっき育成ゲームって言いましたけど、ついて音ゲーでもあります。このリズミックのスコアゲーじゃ、ランク表示とか、ツムツムの方めちゃくちゃ原作に忠実で作ってくれてるんですよね。10位はビルです。スキルはランダム消去、結構オーソドックスな性能ですので、ツイストの粒の中では使いやすいブルに入る粒にはなります。で演出の元ネタなんですけど、ビルって白雪姫の女王からインスパイアされてるキャラクターで、女王って美しさを求めてるキャラクターじゃないですか。でビルも一緒でめっちゃ美人なんですよ。本当に役者とかもやってて、でこのビジュアルなんで、ツイステな世界のツイッター的なのでも、フォロワーとかもめちゃめちゃいて、写真開ければもう大バズりみたいな感じなんですよね。でこのシーンっていうのが、記者が取材しに来て、いろいろ答えるっていう時に写真を撮るっていう、シーンってみたいなのがあって、それを再現しているのがこのスキル演出になります。次はリドルチャームです。他のチャームと比べてあまり消さないし補正もあるんですけど、必要積む数がチャームなのにすごく少ないです。そのためスキルループをしながらタイムボムを狙ってって、コインを稼ぐ積むにはなります。とは言ってもですね、あんまり消さないって言ってもラグミと実はそんな消去量大差ないっていうところがあるので、チャームの中だったらちょっと使いにくいブルにはなっちゃうかもしれません。演出の元ネタ、まずこれ背景がゴーストマリッチってイベントの背景になってまして、そのゴーストマリッチのイベント自体がリセオの王子をお化けのお姫様が探す的な内容になってるんですけど、この演出のリドルもちょっとときめくようなね、顔をしたりしてますね。プリンスチャーミングよりもチャーミングなんじゃないでしょうか。
8位はデュースです。補正は入ってますがツイステ積むの中でもうめちゃめちゃ必要積む数が軽くてアナキンレベルにスキルを連発してくれます。でスキルの元ネタはデュースの乗ってるこのバイクみたいなこのマジカルホイールっていう、まあ、そのあの世界のバイクみたいなのがあるんですけど、あのこう商品化してるくらい人気なんですね、まあ、こうエイプリルフールですけど、まあ、デュースはこのマジカルホイールに乗るっていうのが趣味のキャラクターになってます。7位はフロイドですね。スキルは縦消去の後に画面下の消去、スキルマックスになると合計で60くらい消せ積むになります。でこのフロイドは最初の縦消去っていうのがジャイロが効くので、まあ、それを利用すれば合計で60後半ぐらい、まあ、よくうまくいったら消してくれます。6000以上安定させるんだったら、まあ、このジャイロは必須になります。でスキル演出なんですけど、まあ、フロイドアクロバットが得意なキャラクターなんですよね。なんで奇抜に動くスキル演出になってるんじゃないかなと思います。てかツイステの第3弾の積む全員に共通っていうのがこのキャラクターの趣味とか得意なことをスキル演出してるんですよね。6位はガラクチュールレオナです。スキルはサークル消去の後に縦消去、まあ、先ほどのフロイドに負けないぐらい消してくれます。そして彼も縦消去があるので、まあ、ジャイロを使って消去数を増やせます。一つ目数がフロイドと一つしか変わらないのにマイナスコイン補正が3なんですね。でフロイドは4です、まあ、フロイドよりは稼ぎやすいかなと思います。まあ、スキル演出はフェアリーガラーイベントって中のリズミックのシーンなのかなと思われます。まあ、レオナってライオンキングのスカーが元ネタなんですけど、まあ、スカーではないにしろなんかスカーがやってると思うとなんかちょっと思うとこありますよね。5位はレオナです。スキルは横消去の後に中央消去をする、消去系のツムなんですけど、まあ、今まで紹介したツムたちと違ってマイナスコイン補正がありません。まあ、こういうシンプルな消去系が一番使いやすいんですよね。結局演出の元ネタは、まあ、ツイステでほうきに乗ってスポーツをするマジフトってのがありまして、まあ、なんかすごいハリーポッターみたいですよね。ハリーポッターのオマージュってめちゃめちゃツイステしてて、あのマンドレイク採取したりとか学校まで馬車行ったりとか絵喋ったりとか、ね、いろいろね、なんかその魔法育成学校なんで、やっぱハリーポッターのオマージュをしてるところがすごいあったりするんですよね。ハリーポッターのファンの人はちょっとぜひツイステ覗いてみても面白いんじゃないかなと思います。4位はグリムです。スキルは盤面の1種類がツナ缶に変化してグリムとつなげれて、範囲消去することができます。まあ、彼も補正ないし使いやすい性能です。でスキルの元ネタは、まあ、グリムはツナ缶がめちゃめちゃ好きなキャラクターです。ツナ缶好きですけど別に猫じゃありません。タヌキとも言われましたがタヌキでもありません。まあ、どこの猫型ロボットなんでしょうかね。3位はスキアリードレスマリウスです。マリウスに大積むが振りやすくなるおまけ効果がつきました。それとスキル中に消したマリウスに補正がかかっていますので、オリジナルのマリウスと比べると嫌われてるイメージですが、まあ、この19戦の中の3位ですからね、全然強いです。で地味に最初に消す消去にプラス補正がついているので、まあ、言うて補正もビビってるものなのかなと思います。で演出の元ネタなんですけど、スキアリーモンスターズのイベントにマジカメモンスターってい こうハロウィンの仮装パーティーの写真撮るためなら何でもする迷惑客みたいなのがいるんですよね。でマリウスがその客に対してブチギレたシーンが元ネタなのかなと思います。よく見たらマリウスの顔ブチギレてるんですよね。2位はリドルです。このツムはなんといってもスキルで変わるのがスコアと時間だけ。時間に関してはプレイヤースキルである程度補えるので、まあ、スキル1から使える強さがあります。まあ、最初に変化する場所が決まってるので初動が安定するのも強いですね。でここまでして補正がないのが強いツムとしての拍車をかけてますね。タイムボムであれば全然スコアもう奥スコアなんか取ってる、ツムになったりもするので、スキル1からでも強いしスキル前になっても全然使えるので、まあ、復活したらね1体だけでも2体ツムなんじゃないかなと思います。演出に関してはリズミックのシーンですね。不思議の国のアリスのこのハートの女王が元ネタなので、白いバラを赤に塗るっていうね、あの儀式があるんですけど、まあ、そのリズミックのシーンから撮ってると思います。1位はマリウスです。まあ、知ってましたよね。ということでマリウスが1位です。まあ、いっぱいツイストの粒出てきましたけど、補正がある粒が大半を占める中、マリウスにはそういったものが一切ないし、ダントツで1位なんじゃないかなと思います。スキルで盤面1種類の粒が同じ量性の粒になって、そのまま粒はマリウスとチェーンができます。つまりチャーム粒でマリウセントのプレイができる。これ以上の最強のマリウセントはいないと思います。スキル演出、これもオリジナルものになってます。マリウスが粒になる時期ってこうマリウスの両服、まあ、SSR っていうのもないしストーリーもなかったので、まあ、オリジナルの演出になっています。でもキャラクターがそれぞれの仕草をしてるんですよね。セベクとシルバっていうのがこうマリウスをあの守るための
立ち位置にいるキャラクターみたいになってて、最初のスキルが始まるときってセベクとシルバがマリウスより前にいるんですよね。で引き下がってリリアが降りてきて、でマリウスが魔法を打つみたいな感じなんですけど、まあ、リリアもねコウモリなんで結構ストーリーでもね天井にぶら下がってたりする。本当にそういういろんなところから細かく見るとちゃんとそのキャラクターの設定を活かしたスキル演出になってるのでめちゃめちゃ好きですね。はい、というわけで最強ツム19戦でした、ご視聴お疲れ様でした。まあ、これを機にですね、なんかツイステ少しでも興味持ったっていう方が、少しでもいるんだったら個人的には万々歳です。で、まあ、これは僕のね主観のランキングになりますのでですね、まあ、皆さんもね、まあ、ここが4位なんじゃないのとか、まあ、ここが7位なんじゃないのとか、ここが1位なんじゃないのとか、まあ、そういうのがあると思いますのでですね、ぜひそういうの辺をコメント欄にぜひお書き込みください。というわけで今回の動画は以上となります。それでは。